ね。楽しかったね。あれ？なんか体育館の方から音しない？行ってみようぜ。ね。行こう行こう行こう。なんだろう？何の音だろう？誰か中に行こう。大丈夫ですか？え？玄関が開かない。え、俺ら閉じ込められてる。そう。どうしたらいいの。何かが必要みたい。空いてる場所にボールを入れたら良さそうだね。全部で9個もある。みんなで探そう。うん、うん、じゃあ私あっち探そうくる。私下行こう。私行こうかな。よし、俺は体育館探そうかな。よいしょ。いやー、うー、いやー、ヨッツさんの声だ。あー、あみんなが助けに来てくれるはず。僕は10分もしたらあいつらと同じピエロになってしまう。みんな助けてくれ。先生が知らない体育館だ。あ、体育館なら職員室だ。何だろう。
プレゼントかな。黄色いラブレター。下駄箱に入ってた。見てあげて、下駄箱だよ。皆さん見てください、見つけました。開けてみます。じゃん。黒いボールはボンコちゃんに渡したよって書いてます。ボンコちゃん。黄色いラブレターって何。下駄箱さ、いっぱいありすぎてどこだかわかんないよね。どこだろう。やばやば、見つけた。ねえねえみんな、こういうセリフのやつさ、ボールだ。あ、すげえ。でもおかゆちゃんのもそうじゃない。でもおかゆ保健室だった。だからあれそのこれやつはもらおうかな。あ、確かに。ねえ、あとここの白いボールを探そう。ここの部屋に白いボールがあるの。もう一個持っていい。探しとくよ。あのさ、じゃあゆきさんのこれどうじゃない。え、でもさ、どうせ行くならさ、もう出たからじゃない。上にさ、助けられなかった、助けられなかった時で。ミーミーはね、なんだかんだね、僕のこと好きなので一番に助けに来ると思います。はい。第一ピエロ羊。ああ。持ってよ。一緒に戦おう。うん。どんな時でもうちらの味方だ。ねえ、とみちゃんさん、ボンコちゃん知らない。ボンコちゃん。ボンコちゃん知らないよね。一回さ、上とかも見てみよう。ねえ、ゆめちゃん、ゆめちゃん、来て来て。ちょっと来たな。ちょっと来て、なんかさ、教室に何なんか、鍵がかかってたよ。おぉ、ほら。とりあえず、ゆめさん、待って、あった。保健室も探しに来いった。もうすぐピエロが生まれんな。いやな、誰か来て。やばい、生まれるさかんねん。数字の、いっぱい数字貼ってあるじゃん。確かに。本当だ。3、4、3、4。
位置いきます。せーの、注射器はピエロになった人を元に戻せる。持っといた方がいいのかこれは、うん、そうだよね。あ、来てる。助けに行きたいんだよね。ユッチさんとさ、ミミ助けて。長長さん、ゴミ、お前ここに隠れや。入れ、中に早く。ミミちゃんさん隠れる場所が分かった。よっちさん、私も捕まっちゃった。早くしないと、止まるしかねえ。そうだ、保健室にもね、白い何かが隠れてるよって。保健室にボールか、白い何かが隠れてる。保健室に白い何か、うん、ボールとかにあるの。ボール、ボールってなの。白い見合ってるわ。でもボールってボールって書いてあったもんね。白い見合ってるわ。でもボールってボールって書いてあったもんね。やばい、みんなみんな早く早く逃げて、隠れて。俺が引きつけとくから。引きつけた、あれあれあっち行った。おいおいおい、あれ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 。あれ、ねえ、これわかる？俺全然わかんなくてさ、これさ、ショウダイってこれ何？あ、これちっちゃいから大きいが、だからダイヤのあのあ、そういうことか。3個あるから、ちっちゃい数字かよ。そう、これかな。これここに5があって、で、多分下とかにもあるんだよ。みんな、なに？はい、トーリーの内緒。このアジトのこと、アジト見たことは黙っとけ。それって振りですか？黙っとけよ。分かったな。めっちゃ振りに感じるけど。先輩が言ってんだ。はい、で黙っとけよ、そこにアジトがあることや。だが助けるか、助けよう。
前かいたんじゃねえかここに。どこにいる？どこにいるの？どこにいるの？どこにいるの？おかゆ！おかゆ！が書いてある数字を数字あ、うん、番号書いてあるから、あ、そうそうそう、そういうことか。え、11なんだって。でも11と5っておかしくない？え、確かに11と5っておかしい。あ、9だから、クイーンだから9じゃん。これ何したんやろ、どっから順番？いや、でかいのないね。いや、これね、ちっちゃいのが上、ちっちゃいから、ちっちゃいのが上に1。教室の中入ったらすぐ分かるとこにあるから。いけません。そうですね、入れていいよ。本当に？入れていいよ。マジで、マジで。すごいなんか怖い、怖いな。怖い。なんかビルバツって。さっきのビルさん、すごい優しい。いや、マジで入れていいって。マジで入れていい。
おかゆ確保。あと青いボールを見つけた人、あのダイヤの教室をクリアして青いボールを見つけた人は直ちに玄関オープン装置に入れに来てください。そうだ、ミーミー行くんじゃ。行くんだ。ミーミー、だってミーミー持ってるんやろ。何かあった時は助けてくれる。当たり前だよ。当たり前だよ。約束、約束。ミーミーファイト。行ってくる。行ってな、頑張ってな。うん、大丈夫。うん。体感にいるおかゆを助ける。ミーミーは自分で、いやこの謎解きは任せた。やばいぞ、ここゴキブリいっぱいいるぞ。おい、これも何、え、弾ないじゃん。え、ちゃうな。うわっ、あ、待って、あった黒い玉、あった黒い玉発見。オナゴが2匹、ピエロになるまであと5分だぜ。弾を設置していくんだ。行こう。一回俺です。脱出してしまいました今。よし。入れて。黒い玉。黒い玉いて。入れた。よっしゃ。ええー。全然助けに来ねえな、おめえら。仲間に見捨てられてんじゃねえのか。嫌われてんだよ。全然いねえな。来ますね。うん、先輩。ミエラずっとうちのばっかもなってる。先に変わったら、あれあれあれ、なんであれ、うん、あいつめっちゃ見えてるよね。あれめっちゃバレバレなんだけど。Ha ha ha!
く覚えてくる。9ですね。じゃあこの回になるかもしれないんで。9、8、2、7、2、9、8。やっ、くそ。よっち覚悟。よっちはよっちの希望でピエロになるまでの時間を5分に縮小します。なんて希望なの。どうなりたいんじゃん。おかゆがピエロになるまであと3分。いや、俺が助けられてないじゃん。行こう。よっちしかないね。助けに行きます。え、でもさ、誰も。よっちさん。誰だおめえ。うわあ。おかゆ。さっき売り上げりやがったな。おいば、誰使いますか。おいば。まあ、一旦、一旦ここで俺はヒントをあげに来たからね。あ、おい、おい、お前、おら、おい、おやめの言うこと、お前。二人聞いてくれ。はい、おやめ。はい、おやめ。じゃあ、バイバイ、お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、はい、はい。西向く侍って知ってるか。え、知らない。聞いたことない。なんで知らないんだよ、おい。知らない。西向く侍知らないんだよ。言ってやれや。はい、西向く侍って言ってやれよ、お前。だから、お前、あれが31がねえって。ねえって。お前、それ言い過ぎだよ。分かったかもしれない。ほら。分かった。分かった。はい、しろよ。やってくわ。まあ、トランプ見つけねえと答えらんねえと思うけどな。やっぱ丸してるべき。おい、スペードトランプいっぱいあるから、そこら辺には。ここ8とか2とかよ、お前。9、こんなに9に見たか。はい、ここでみんなにも分かるように説明するやん。集めたトランプは全部でこの9枚。ここから西向く侍246911を除外すると答えは578。みんな分かったかね。図書室だから静かにした方がいいんじゃねえか。じゃあこれ関係なかったんじゃん。ねえ、恥ずかしいね。うまくやれよ。あ、ごめんなさい。はい、頑張ります。あれ
お前ら、それなんすかこれ、おいおい、ピエロを解除する注射やないか。え、俺、ピエロじゃなくなるってことですか。あみんな、あ、何、あ、俺戻ったみたい。やった、みんなありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。よかったよかった。よし、どうする。優しい子だって。優しい子が好きだから優しくしてあげて、よしよししてあげれば、うん、あ、ほら、強い。え、振られた。犬くんのセオリーの顔見てない。確かに、見てないな、セオリー。違うな、私だ。あ、時間触ってないのに。おかえだ、おかえかもしれない。やだ、ほら、嫌がってるから離れない。めっちゃ気になるんだけど。あ、怯えてるわ。だ、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 ちょっとお前ら重いんだわ、重いんだが、よしよし、入れます入れます、入れた、紫入れたよ。あ、来ないで来ないで、やばっ、やることが3つある。1つ目は、あの、そこの残りのハートの部屋の謎を解いて開けること、もう1つはもう1個見つかってないボール、でそのやつのヒントが確か校長先生、校長室みたいな感じのヒントだったので、そのボール探しに行くこと、あともう1つはおかゆちゃんを助けに行くこと。最初の2つのミッションを任せた。3つ目は俺が行く。あ、待って、ヨッチさんまだ謎1回も解いてない。ヨッチさんに1回謎やらせてみよう。確かに俺もやりたいと思ってた。ホントに。じゃあそこの部屋から行ってみる。じゃあ10分あるから大丈夫。待って、緑髪、ピンク髪、赤髪ってピエロの髪だよ多分。そうだ、で何だから緑髪のピエロを捕まえる。ピンク、Okay.
放送だと何分ちょいだか好きに、こちゃあと5分とか言われたら、そう、はい、私、じゃあ、今があとピンクと緑、校長室も見てみる。確かに校長室のやつも見てくる。なんかさ、おかしくないこれ。なんか明らかにさ、メトロノームとタンバリンあるのおかしい。音楽わかりましたよ。これは謎解きです。音楽室だ。あ、なんか 音聞こえる。あ、あれ音楽室にもう一個ボールある。なんだってカモ、なんか音するのかな。演奏会だ。あ、はい、はい。ゲー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 え、わかりました。すげえわかりました。え、すげえわかりました。え、一旦ピンクに行こうよ。え、5番。え、もう言っちゃった。言っちゃった。なんで言っちゃった。言っちゃったよ。わかん。腹取っちゃったよ。ピンクの子も発見。よし、緑の子、見てるの。よし、分かった。じゃあ行って、はい、ここ、一旦見るか、ここ。あ、なんかいる。あ、ちょっと、なんかいる。あ、めっちゃ可愛いピューホリアン。なんか作ってるよ。え、なんか可愛い、めっちゃ。え、なんか可愛い。頑張ってる。Yeah.
に乗ってるからさ。後ろが怖いね。俺についてこい、みんな。無理だわ。俺の声でキャンディー持ってるから。いざ、早く、早く、早く。オレンジさん、オレンジの玉置いてるぞ。よし、あと赤いボールのキーだけだ。みんな帰れるぞ。でも全然見つからないよ。赤いボールどこにあるんだろう。トルコからメールが。誰、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 誰。あ、そうか、ピエロマスターの鼻が最後のキーなんだ。よし、とっとと捕まえちまおうぜ。そんな簡単にいかないよ。何かあいつの弱点になるようなもの見つけないと。そうだね。あいつのアジトに入れば何かわかるかもしれない。それは危険すぎる。バレずに潜入しよう。よし、ミーミー、わかったの。何、何、何。ミーミー、あの中にいるときにね。あ、捕まってるとき。そう、聞いちゃったの、ピエロたちの言葉。何を聞いたの。アジトに入れるのはね、ピエロしか入れないの。え、他も聞いた。でも、でピエロに誰かが乗るしかないからなって。え、え、3人の誰かが乗って一番やだ。でもじゃあ一斉ので刺さない。分かった、みんな分かってるよね。みんなちゃんと、せーの。なんでなんで、うちさ助けたよ、みんなのこと。みんなのこと真っ先に助けに行ったんだよ。ねえねえ、あれは何。あれはつければいけないんじゃない。あれつければいいんじゃない。あ、そういうこと。やったね、ミミ。なんで、なれるじゃん。ミミ、これでピエロになれるよ。やだ、ミミは行きたくないよ。ミミ、ミミがこの動画のキーマンなの。主人公ね、主人公。おい、何やましてんね。おい、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 早くかぶって、早くかぶって。ミミ、それ、早くかぶって、かぶって、早くかぶって、かぶって、かぶれ、かぶれ、早く、かぶれ、早く、かぶって、ほら、ほら、おい、おい。ね、なんだよ、なんか弱んのか。そうです。お疲れ。アジトに荷物を忘れ取りに行きました。アジト荷物忘れた。はい。あ、じゃあアジトあそこにあるから。はい、失礼します。俺やっぱ行けそうだね。ちょっと行ってくる。はい、失礼します。はい、失礼します。そんなの勝手に取りゃいいやん。仲間なんやから。なんか違うんか、仲間じゃないんか。違います。お前もしかしてピエロじゃねえな。違います。一番上の人を聞かなきゃと思って。じゃあなんかピエロっぽいことやってみろよ。これ確実にピエロ。ピエロだ。ああ、これはピエロ。ピエロや。なんだよ。疑って悪かったな。ああ、これちょっと。いや、大丈夫です。すみませんでした。行く、入って。はい、失礼します。じゃあ、失礼します。なんだ？なんて書いてある？中入っていいんだよ。ちゃんと中入って映せ。カメラに映すんだ。ちゃんと中入ってカメラに映すんや。お疲れ様です。お疲れ様です。誰ですか？え、いや、俺です。ピエロ、全然ピエロじゃないよ。いや、ピエロですよ。全然違う。いや、覚えてる。お前、捕まえてやるからな。もらいたい掟があって、はい、でただ一つ、このゴキブリだけは無理。怖いっすね。ゴキブリだけは俺に近づけんなって話。もう社訓みたいなもんですか。あ、それだけ。待って、ゴキブリを持っていけばいいんじゃない。いや、さすがにボールなんじゃない。でもだってアジトの鼻がボールだよ多分。だから弱いものは見つかるだろ。そうだ、いっぱい持って。無理、持ってない。ねえ、みんなゴキブリを持って。なんで？あいつの嫌いなものゴキブリだ。あいつってどいつ？あのピエロ。あ、そうなのか。そう、ゴキブリだけは無理って書いてあった。めっちゃ掴んでるやん。持ってないからこれ。え、何やってんの。よし、これを。ありがとうございます。え、本物持ってく。え、何で持ってく。え、本物さっきいたからさ。やめとくよ。本物持ってく。でも潰すのは無理だからね。
ミミが主人公だからミミが殺す最後に。俺が主人公だ。私がゲット。早く装置に入れて。まさか今まで玄関が開いたみたい。早く逃げよ。よし、お、見て。捕まったみたい。